はい。ですね。まあ一応カーポートの修復に行きますね。まあまだ詳しくない。雨の切れ間なんだけど微妙な雨なんですよね。はい。でまあ一応ここ。これここね、浮いてるんですよね。だからここにですね、斜めに補強を入れて、それから、今この360くらいあるやつを、まあそこにつけようかなという感じですね。まあトタン買うのはもうめんどくさいんで、破れない、なんだろう、ブルーシートのカバー、ブルーシートじゃなくて屋根用のなんかシート買ったから、それ買ってきたんですけどね。工場とか仮設の、なんかね、物置場の屋根に使うようなやつ。あれだったら耐久性、耐久力高いんで。で、あとは、なんだっけな、こういうところが、シートに当たると穴開くんで、それを、とにかく、そうならないようにすれば、まあいいかな、ぐらいなんで、まあちょっとやっていきましょうか。はい。じゃあ、一応ですね、このトタンの補強をやっていきたいと思います。大丈夫か？これ。落ちてくれるなよ。はい、どうも、島泉です。ですね、ようやくカーポートの修復ですね。まあ、なんでしょうね。建物の保温というか、これはですね、冬場の雪下ろしを、まあ、さすがにするために帰ってこれないので、雪を下ろすための、シートを張る作業と、まあ、雪が落ちるまでに、どうしても雪に乗っちゃってるんで、その雪が乗った時にですね、この鉄骨、まあ、単管が潰れないようにっていう補強の作業です。で、もう何本か、2本ぐらいだったかな。トタンを打って、ブルーシートだったかな。失礼、防湿、倉庫用の、仮倉庫用のですね、もうちょい頑丈なやつを、ここに乗っけるためにやってますね。で、ここにシートを被せることによって日よけにもなるので、そうするとですね、建物の中が夏場、劇的にこれ涼しいんですね。もうこれは、もう4年目ですけどね、4年前の建物のあの夏のクソ暑さと冬のクソ寒さっていうのは僕のみぞ知ることですね。かなり快適になりました。まあ日中ちょっと暗いんですけど。まあ一応、どんな感じになったかっつったら、自在クランプをつけてこんな感じになってます。多少強度っていうのは足りないかなっては思うんですけれども、まあ一応シートがある分雪がスルスルって本当落ちるんですよ。だから全然気にしてないですね。はい。でもまあここの時、まあこの時からですね、あんまりその大雑把な作業っていうのがなくなってきてるんですよ。だからこう結構寸法を合わせて、その寸法通りこうバチッとやんないと、はまらなくなってくる、結構細かいもう爪の作業になってきてるんですよね。だから動画を撮ってても、カメラ回した後に考え込んでるシーンがやっぱ多いですね。動画を回さないと、自分が動かないんですよ。やっぱり。なんだろう、DIY の燃え尽き症候群が来てますね。もうこの4年間はその一心で、この古民家を直す外ごもりプレイスを、オープンするっていう一心でやっては来て、で、去年はプレイオープンしたんですけど、やっぱり間取りがですね、気に入らなくて、もう一回、その間取りを、もうオリジナルですね、デフォルトに戻してます。まあ、壊して直して何やってんだって話ですけどね。まあ、だいたい写真で見たらこんな感じです。はいはい。ですね。まあ、結構無理やり感が強いけどね。まあ、一応ここ、ここはもう、トタンにしたら良かったのかなぁとは思ったけど、ちょっとこのパイプが邪魔で、で、このパイプを、そこへ移して、こっちに持ってきてもいいんじゃないかとは一生思ったけどね。まあそこまでやんなくてもいいし、むしろこれ、ブルーシートを、だいたいここら辺、このトタンの屋根の半分くらいで終わる。
でもいいんだよね。結局冬場の雪を溶かすのと落としてくれればいいから、逆にこのトタンの屋根を端から端までカバーすると端っこから破れていくから、それでいいんだわ。というわけで、まあ、一応この、ね、屋根の根だけつけていきまーす。はーい、ここのですね、骨組みのこの板入れるのがですね、まあなかなか難儀で、やっぱり角度があんまりね、気にな、なんだろう、いい角度で入ってくれないんですよね。で、やっぱり作りながら思ったんですけども、一発で全部屋根を入れるべきだったんですよ、これ。なんでかっていうと、ここを、ここから屋根に登るようにしてたんですよ。2年目とか3年目の時って。でも、正直な話言うと、もう、ウッドデッキのところから、入るようにはしてたんで、だとしたらもうここも一つのカーポートの屋根としてこれ作ってしまった方がよほど得策だったんですね。なのでまあとにかくもう間に合わせでいいや、とにかくオープンすればいいやっていう、そういう一心でやってきてしまったものだったので、まあそれらの何でしょうね、ちゃんと1回目の DIY のところで出口までをちゃんと設計しきってないっていう、その薄さですか、それがですねもう垣間見えてしまったんですよね。やっぱりもう DIY をするんであればもう完璧に出口まで設計すべきだなっていう後悔をずっとしながらこの作業をやってましたね。なのでここがですね、屋根が中途半端につかないことによってカーポートじゃなくなってくるんですよ。雨水が車に当たるんで何のためのカーポートだっていう感じになっちゃったんで、まあこれも要改善ですね。まああんな感じで、着きました。なので、はい、まああとはですね、細々ちょっとねスペース空けるために溜まったゴミとか、まあ、溜まったゴミ類、クズ類を、ちょっと整備しますわ。まあ、出来上がった後の写真がこれになりますね。いや、でもこれを入れるのがすげえ難儀でしたね。なんでか。と、ここのですね、写真の骨組みの材があって、で、写真の向こう側ですね。まあ、ちょっと曇ってて分かりづらいんですけど、屋根があるんですけど、毎年ここには、がっつり雪が溜まってですね、ちょっと軒が折れてるんですよね。なんで、ここの雪、雪止め全部取りまして、はい、ですね、今回の動画はですね、前回の動画の続きになりますね。で、そしてですね、まあ、僕自身も過去、山奥ニートで有名になった人がいた、まあ、今はいたっていう過去形になってますね。そこの共生者とか、いろいろ、ギークハウスとか、点々フラフラして今に至ってます。まあ、残念ながら2024はもう休業する、まあ、完璧にね、DIY もしてから、誰かを迎え入れるようにした方がいいっていう判断で、今やまたやり直してます。で、まあ、今、現時点ではですね、まあ、まだちょっと続きますね。お金の方が金欠になっちゃったんで。てなわけで、まだまだリフォームは続きます。ではでは。